おはようございますというかこんにちはですね、今日は10月31日お昼の今12時です。今起きましたということで、昨日ね玄武にあのスクリーンウィンドスクリーンをつけて、まあ、日付回ってちょっとお散歩したわけですけど、まあ、やっぱねちょっとバイク乗るとね目が覚めちゃって昨日なかなかね逆にやっぱちょっとだけ乗るとね眠れないという感じで、まあ、3時ぐらい寝たのかな、3時ぐらい寝て、でまあやっぱ週末ねもうやっぱ朝起きれなくて、もうならぐっすり寝ようと思って今まで寝てました。あーめっちゃ寝たということで、まあもうお昼なんですけど、まあもう最近はねお昼でも暑くないし、でももうお昼でもそんなに多分結構多分寒いぐらいあるかもしれない、バイク乗ってたら。なのでまあ車多くてもね玄武なら全然楽しいので、ちょっと玄武でまた近所を散歩しようかなと思います。まあせっかくウィンドスクリーンつけたからちょっと長距離ツーリング行ってみてもいいんですけど、まあ今日もちょっと夕方荷物が届くので軽く走りたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。さあ昨日買ったこのジャケットですが、まあ、肩と肘はこの CE レベル2のプロテクターが入ってるんですけど、背中は柔らかいやつが入ってて、胸のプロテクターは入ってないんですよね現状、あのそのままだと。で一応オプションで付けれるようになってて、このカードも一緒に入ってましたが、オプションプロテクターズということでチェストプロテクター付けれますよと、あと、背中付けれますよってことで、僕すでにねこの前のプロテクターでこのインナーチェストガード、左右に分かれてるインナーチェストガードがまずこれに入ってるのと、あとこれもあのオプションでこの背中が入れれたので、このごつい背中の硬いやつをねこれ入れてるんですよ。なんでまあこのコミネのレザージャケット買った一つの理由がやっぱそのプロテクターをねそのまま利用できるってことなんで、これからちょっとプロテクターを移してこのレザージャケットを着て走りに行こうかなと思います。プロテクター大事ですからね、なんかあった時のために。はい、ということでこれがね今取り出したんですけど、これがチェストガードで、これが背中のやつですね。この背中のやつ結構でかいけどレザージャケットに入るかな、入れてみます。はい、無事この胸のとこね、このポケットから胸のプロテクターとここに背中無事入りました。もともと入ってたやつこんなスポンジだから、これある意味ないねこんなんね。やっぱこの背中のプロテクター大事ですね、背中と胸これでバッチリです。肩もこんな感じで入ってますね、肘も同じやつが入ってます。よっしゃこれで走り行きますよ。さあということで、宮ヶ瀬に来ておりますというか、向かっております。久々ですね宮ヶ瀬もね。いや玄武がとことこ楽しいですね本当に、うん、でこのスクリーンもめちゃめちゃいい、全然風当たんないから。うわ救急車だ。今日ねネックウォーマーしてないんですけど全然寒くないですね。気温は結構低いと思うんですけど、まあ日は照ってますけどかなり気温はね低い気がするんですが、もう全然寒くないですね。やっぱね手は冷たいんですよ、手はすげえ冷たくなってきたんですけど、いや自分に風が当たらないだけで全然寒くないし疲れもないですね。うわーこれはいいわ。夏はやっぱ風ね欲しいけど、冬はこのぐらい、まあ、風が若干流れてるなーってぐらいが非常にちょうどいいですね。いや気持ちいいわ。手と足が寒いかな上半身は本当に快適、やっぱそこだな。大型のツアーラーだとしっかり足元もカウルがあるんで足の風も全然当たらないんですけど、やっぱ下が何もないから足にやっぱ風が来ますね。風が来るというか、まあ、寒いですね普通にね。まあ、手はね昨日グリップヒーター届いてるんで、ちょっとあれを今晩また夜ねつけてみようかなと思ってるんですけど、うまくつけれるかな。あとどうですかこのジャケット、あの昨日ね若干大きいかなって言ってたんですけど、あのさっきプロテクターをね胸と背中入れたらすげえぴったしになってもう完璧ですよ。これ結構活かしてないですか僕ほんと自己満なんですけど、すげえテンション上がってます今。いやいいねレザージャケットこれね結構いいんじゃない、結構僕似合ってんじゃないこれ、超いいんですけど本当に。で結構あったかいのよ、うん、いやこれはいいわ。もうこのねウィンドスクリーンついてやっぱこのなんかなんだろうな、
すごいボリュームが出たというかさ、バイクにもう玄武のね所有感というか、この乗ってる時の満足感がすげえ上がりましたね。このライディングジャケット合わせて、ほんとこの黒で統一されていて、いやこれ結構僕ねかっこよく見えてるんじゃないかなと、本当に自己満なんですけど、すげえ今満足してます。これ活かしてんじゃない。だからちょっと夜は、まあ、ちょっとグリップヒーターもつけたいんですけど、 R6 にも乗りたいよね、この革ジャン着て。どうよこのかっこいいんじゃないこれ、結構いいんじゃない。まあやっぱねこのウィンドスクリーンがあるから、このね首がない、首がないって言ってもまあ襟付けのやつ着てますけど、このね普通の革ジャンでも寒くない感じはありますよね。いやこれは同タイミングで導入して完璧だった。やばいな、ちょっと満足感がやばい、楽しい、やばい、玄武楽しいそしてやっぱこんだけ天気いいとバイク走ってますね、かなりね。デュカティのドコドコ音がいいですね。眩しいもう天気良すぎでしょ天気良すぎてめっちゃ眩しいんですけど、やえしてもらえた。自転車も気持ちいいだろうね。このぐらいの気温の方が自転車はね暑くなっちゃうからいいんでしょうね。絶対気持ちいいと思う。マラソンもこのぐらいのね季節が一番いいんですよ。やっぱ走ってるとぬくもってきちゃうから、そう空気でちょうどね冷えるぐらいが、クーリングされるのがねちょうどいいんですよ。でもバイク運動しないから、運動、まあ、体はね体重移動とかで使えますけど、そんな熱を発するほど体動かさないんでね、普段街乗りしてる分にはね。いやーいいねー、気持ちいいねー、トコ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 楽しいですよ。だから清流だとねもう少しスピード出したいなーって思っちゃうんですけど、いやもう玄武だとねもうこのトコトコねこのもうほんともうこのなんだ乗ってる感じの満足感がすごいからさ、もういいわ全然ゆっくりゆっくり走りたいわすげえ。いやカスタムっていいな、やっぱりこの満足感はすごい。いやこのスクリーンいいわ、買ってほんとよかったな。いやめちゃめちゃ高いんですよこのスクリーン本当に。ただまあね、この上に一番高くしてる状態でも全然風切り音ないし、めちゃめちゃ風防いでくれるんで、やっぱすごいな。ジビいいな、このスクリーン最高ですよ本当に。シャーモンをぐるっとね見上げて走ったら家にそのままもう今日は帰りたいと思います。はい、いやーいいね。がそうそう、で昨日撮ったねネックマウントが意外とねこのウィンドスクリーンあっても意外といけてましたね。このウィンドスクリーンのこの2段目も全然その絵に歪みがなくて、こう視界の邪魔にならないというか、うん、だったので、ちょっとねネックマウント使えるかもしれないですね、このウィンドスクリーンありの状態でも。そうで夜光の反射しやすい状態であれだったんで、まあ、昼間はまあ太陽の光ありますけど、まあ、その状態でどうかってのもちょっと試さないといけないですね、うん、ちょっと今日はね、この自撮りにヒーローナイン使っちゃってるんで、ネックマウントつけてませんが、まあ、あとこの革ジャンがねちょっとねかっこいいと思ってて、自分でねあんまりここになんか物つけたくないなと思って、このピンマイクの線もジャケットの内側今日通してますからね。普段はもう外側にねダラーンとピンマイクの線ね流してるんですが、今日はちゃんとジャケットの中にピンマイクの線を仕込んで、撮影しております。あ、ここに外気温出てますね。外気温今17度って、やっぱね結構涼しいというか寒い感じですよ普通は。まあ、ただ太陽の日が出てるってのもあるけど、いや風のこれ暴風効果すごいぞ、これは神だわ、気持ちいい、非常に気持ちいい。バイクすごいな、バイクめっちゃ多いな、ここ。いやこれ大きいスクリーンつけてるからハンドルの振られとかあるかなと思ったんですけど、まあ、バランスよくつけれたんですかね。こう手離しても全然安定してます。スクリーンのその風の影響によってこう乱流が生まれて、こうハンドルがねこうフラフラなっちゃうようなこともなくて、すごい安定してます。いや素晴らしい、いやーいいね、気持ちいいね。久々にこうやって昼間ツーリングに来てる気がしますね。いやーちょっとこれで一気にね規制が多分
もう1段階2段階3段階ぐらい多分ね、長距離冬の長距離移動がね楽になってますね、このウィンドシールドのおかげで。うわ早くこれちょっと実家まで帰りたいな年末が楽しみになってきました。で今ね手が冷たいけど、手足が冷たいけど、まあ、手はねグリップヒーターつけて、で足はね、まあ、とりあえず今ライディングシューズをね、もう今まで全然ライディングシューズ履いたことないんですけど、まあ、だからやっと導入しようかなと今ねショッピングカートに入れている状態なんで、まあ、ちょっとお金の計算しながら、まあ、年末の帰省までには導入したいなと思っております。いやー来てますね、来てます来てます。まあ、このレザージャケットのほんとピチッと決まった感じがすげえいいもう満足だわ、すげえ自分の世界によりこもれるというか、バイク乗ってるこの優越感みたいなものがすごいわ、俺はこの玄武に乗ってるんだぜ、生かしてるだろっていう完全な自己満ですよ。やばいなこれ、最高だわ。後ろにすげえバイクいっぱいいる、前が詰まってっからしょうがないね、まあ、僕はこの玄武なんでね、このトコトコが楽しいんですけど、後ろの人はめちゃめちゃ速く走りたそうですねてかいつも宮ヶ関って、まあ、この方向で走ってるんですけど、なんか反対向きの方が空いてる気がするんですよね。次反対回り走ってみますかね。まだ宮ヶ瀬ね、ほんと時たまにしか来ないから、いまだに道を覚えてないんで、ナビを表示してるっていう。すぐそこ、家すぐ近いのにね、全然この辺道覚えらんなくて。こう右に行ったらね、ぐるぐる宮ヶ瀬回れるんですが、まあ、今日はもう一周で帰ります。いや、ほんとバイク多いね、今日。気持ちいいもんね、今日。やっぱ今が、バイクシーズンですよね、一番の。ちょうどいいもん、ちょっと寒いけど。なんか秋のさ、そのちょうどいい区間がめちゃめちゃ短かったよね。なんかこの間まで暑い暑い言ってたと思ったら急にもう寒くなっちゃって、あらっす、あれぐらいね早くから。うわホンダいいだ、いいないいな、今ダジャレ言ったつもりはなかったんですけど、電気自動車もちょっと乗ってみたいけどね。いやーちょっと今晩またグリップヒーター装着して、ジクサーがどんどん最強に近づいていくのがこれちょっと楽しくなってきましたねやばい、こうなってくると早く後ろの箱もねつけたいよね。ちょっとほんとお金と相談だな最近ちょっとお金使いすぎちゃってるから、なかなか難しいところではありますけど。あそうだ、今日10月31日ということでハロウィンですね僕には全く関係ないことなんですっかり忘れてたんですけど、そうそう SNS 見てるとハロウィンハロウィンっつってね世の元気な人たちはねハロウィンパーティーとかやるんでしょうかね、まあ、僕は普段通り今日はグリップヒーターのカスタムにそしもうかなと思ってるんですが、まあでもそうですね、来週火曜もなんか祝日みたいですね。なんで、まあ、月曜日、休み取れば、土日月火の4連休になるって感じなんですけど、まあ僕は祝日関係ないんで仕事上ね、なんで、まあ、普通の、土日、そして、まあ、来週も1週間仕事って感じですね。まあ、ただ一応ね来週も一応天気がいいということで、水曜日の午前中半休もらってるんで、朝ねちょっと走り行ってから昼から、会社行こうかなと。まあ朝ねやっぱねツーリングするとねもうテンションぶち上がるから、その後仕事もね楽しくね頑張れるんじゃないかっていう、ちょっと一つの試みをねやっていこうと思って、まあ、仕事もねちょっとテンションぶち上げてやんないとね終わんない終わんないし、やっぱねその辛い辛い言って仕事やっててもしょうがないから、何でも楽しくっていうことでね、バイクで朝ねテンションぶち上げて仕事行けばめちゃめちゃ効率よく仕事を終わらせれるんじゃないかっていう、うん、ってことで、おスープロだすげえな、
かっこいいな。そうですね、まあ、午前中ってことで、まあ、どこ走り行こうかなと考えてるところではあるんですけど、まあ、普通にあれですかね、道志通って山中湖走って、で、まあ、奥多摩行ってもいいかな、続けて奥多摩行って帰ってきたら、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってるんですが、他なんかこの辺でね、いいそのルートみたいなのあるんですかね。ちょっと他にツーリングスポットみたいなのあんまり理解してないんで、まあそれぐらいかなと思ってるんですけど、まあ有給もねちょこちょこ、まあ、取っていこうと思ってるんで、まあ冬にとってもねちょっとバイクつらいって思ってたから、ちょっと秋と春にねいっぱい取ろうかなと有給消化いっぱいしようかなと思ってて、だから11月有給もねそうもっとなんかちょこちょこちょっと取っていこうかなと思ってるところです。はい、まあ、あとは天気と、まあ、仕事の忙しさ次第から、まあ、有給はね、まあ、仕事忙しくても、まあ、取りたい時に取っていいよって言ってもらえてるんで、まあ、天気見ながら取っていきたいなと思います。はい、まあ、土日が晴れの時はね土日でツーリングガンガン行けるんで、まあ、今はちょっとカスタムとかねカスタム進めてるんで、ちょっとなかなか遠出はできてないですけど、年末いきなりね1000キロの特大長距離ツーリングいきなりやっても大変っていうか、体が大変だろうから、その前に1回ねちょっと長距離ツーリング1日中走るような長距離ツーリングをやりたいですよね、体慣らすためにもね。うん、あとまあカスタムの、性能を確認するためそんな感じで考えてます。にしてもこのウィンドスクリーンがね完璧だな、大正解ですよ、よかった。まあ、多分これ取り付ける角度にもよると思うんですけど、いやこれよかったな、いい感じに取り付けてきました。そう、汎用品なんでね、まあ、昨日も言ったけど汎用品なんで、すごい自由度がありすぎて取り付けの向きとか角度とかもすげえ難しかった。まあでもとりあえずついたんでよかったですけどね。えげつないほど渋滞してるんですけど、これ左も一緒だな、上に上がこっから上に上がっても使えてるっぽいっすね。やっぱまあ日中この時間混むね、もう Google 先生も真っ赤っかだもんねここ。いや、やっと渋滞抜けそうですね。ということで今逆光かな、逆光ですが、じゃあ残りもゆっくりとことこ帰りたいと思います。はい、ということで今時間はね夜の7時半を回ったところです。あっという間に夕方になりましたが、まあ夕方届くと言っていたアマゾンがね届きました。ということでじゃじゃーん、もう一つはね商品の箱そのままで来ちゃったんですが、これですこれとこれです。まあちっちゃいやつからとりあえずこっちを先に開けていきたいと思います。オープン、じゃじゃーん。ということで一つ目はデイトナのバイクに取り付ける USB 電源ですね。USB ポートが2つと、あと 12V のシガーソケットが1つあるタイプのやつで、まあ、ちょっと開けてみるか。はい、ということで開けると中身はこんな感じで、マウントする用のやつと、あとこっちが、バッテリーにつなぐやつかな、バッテリーにつなぐやつと、ヒューズと、あとまあこれがあれかな、変圧器かな、でつなぐやつですね。でこれ USB ポートと 12V のポートなんですけど、こんな感じでね、これ USB のポートなんですけど、蓋が閉まってて開けるとこんな感じ、ここに USB ポートがあるって感じですね向こうのアンカーにピントが持ってかれてますが、まあそんな感じで、一応ね蓋閉めてたら防水ということで、まあ雨に濡れても大丈夫ですよっていうやつです。まああとはこんな感じ、今日買ったやつもあの概要欄にリンク入れときます。なので昨日買ったこのホットグリップと一緒に、まあハンドル周りの電装系ということで一緒に取り付けたいと思います。まあ、計らずとも同じ両方デイトナになってしまいましたが、別にデイトナが好きってわけではなく、適当に選んだら、どっちもデイトナになりました。でまあこれはこんな感じかな、まあとりあえず普通にただのあの電源なんでね、こんな感じです。さあそしてドドーンと、いやこれは久々にね散財ですよ、散財というか、もうアンカーの製品を買うのも久々なんですが、今回買ったのはこれ、アンカーのパワーハウス2400ということで、ちょうどこれ発売されたばっかりですね。アンカーから発売したよ、初回100個は、Amazon のポイント 15% つけるよって言われて、なんかなんとなくポチっちゃいましたで、まあ
前々からこのパワーハウス、まあ、アンカーのすごいでかい AC の、 あのコンセントが使えるタイプの、バッテリーですね、欲しいなとずっと憧れてはいたんですが、まあ、なかなか値段が高くて、まあ、学生時代はずっと買えなくて、 で、まあ、でも社会人になってね、まあ、前のパワーハウスがもうだいぶ発売から、時間経ってたんで、そろそろ新型出るんじゃないかと待っていたんで、まあ、ちょうど良かったのかなと、まあ、そういう感じです。で、まあ、しかもね、今回のこのパワーハウスは、まあ、詳しくはね、またあの概要欄にある製品のリンクからチェックしてほしいんですけど、まあ、充電方式がたくさんあるってことで、まあ、一応買った一番の理由としては、まあ、散財なんですけど、まあ、理由つけるならば防災として、あの今時もうね、スマホとか電化製品が使えないとやっぱ災害時も大変なので、まあ、そういう時に、スマホの充電とかパソコンがその、使えるっていうことで、非常用電源としてね、買ったということにしておきたいと思います。まあまあごちゃごちゃ言ってもあれなんで、詳しくは調べてもらうとして、とりあえず開けていきますか。いやー、ついに買ってしまいましたね。で、久々にこのアンカー製品買って思ったのは、やっぱね、この箱、パッケージが結構僕好きなんですよ。だからなんか好きなんですよね、アンカーね。まずね、オープン、ウェルカムガイド。おー、どでかいスポンジの中から出てきました。じゃあじゃあじゃーん、うわ、重たい。結構重たい。本体です。一応ここに、あの、ライト、照明もついてます。で、こっちにもライトがついてて、じゃーん、まあ、ここにデジタルの液晶があって、 12V のソケット、 USB-C60W いけるやつで、 DC の入力ですね。で、ここにじゃーんと AC 出力ポートがあります。ということで、合計で 1、2、3、4、5、6ポートかな。で、そうそう、このね、別売のソーラーパネルで充電できたりとか、もちろん付属の ACで充電できたりとか、パワーデリバリーで充電できたりとか、さらにこの AC とパワーデリバリーを合わせて急速充電することも可能らしいです。すごいね。いや、でもこのちょっと 重さはやっぱりあるけど、このサイズ感いいですね。で、とりあえずね、まあ、ネットのレビューちょっと見たんですけど、最初は AC で充電しなきゃいけないんで、とりあえず今日はちょっと充電して、また後日使ってみたいなと思います。あと入ってたものとしては、うわ、ケーブルがいっぱい。はい、 AC アダプター、結構いい作りしてますね、 AC アダプターもね。内容物としてはそんな感じということで、じゃあちょっと充電しておきたいと思います。いや、久々の散財。やっぱアンカー製品でもいい感じですね、もう好きです。アンカー大好き。じゃあ充電開始、ポチ。おー、充電開始されました。今 23%。 うわ、すげえ、めちゃめちゃデジタル表示、これ見やすい。うわ、かっこいいな、いいもん買いました。じゃあ昨日買ったこのホットグリップもちょっとつけるために開けときますか。オープン、説明書、じゃんと。はい、グリップ本体、この左手のグリップのここにスイッチがあります。うまくつけれるかな。あと、まあ配線ですね。中身はそれだけ、シンプルということで、このグリップヒーターとさっきのこの USB 電源、今日はつけたいと思います。まあちょっとこれは夜つけるとして、ちょっと今日9時からね、あのオンラインミーティングが一つあるので、まあそれが終わってから取り付けて、結構ハンドル周りに配線しないといけないんで、結構時間かかりそう。まあグリップとかつけるのも結構大変そうなんで、夜日付回るかもしれませんが、つけてちょっとグリップヒーターとか、試してみたいなと思います。はい、というわけでね、無事今、グリップヒーターとUSB 電源を取り付けてきたんですけど、時間がもうこれ朝の3時半ですよ、やば。夜ね、10時ぐらいまでオンラインミーティングがあって、それに出席した後、その後ちょっとゆっくりして、で12時ぐらいからね、つけ始めたんですよ。まあまずつけ始めが、遅かったんですけど、それからまあ一人で凍えながら駐輪場で、取り付けてたんですけど、まあ結構そうですね、前の方のカウル、横の前の方のカウルとか外すの初めてだったんで、どこ外していいか分からず、まあ手探り、まあ勘で外していきながら、まあハンドル周りの配線をきれいにしつつみたいな感じで、いや、結構初めてのことが多かったんで、めちゃめちゃ時間かかりました。何より寒いしね、もう今指がめちゃめちゃ冷たいんですけど、ということで、ちょっとなんかあったかいもんでも食べて、もう味噌汁でも飲んでかな、休みたいと思います。いやー、寒かった。まあでも無事ね、グリップヒーターも USB 電源も一応取り付けできたんで、ちょっとまだ USB がちゃんと充電できるか確認してないのと、
あとグリップヒーターのね効果もまだ取り付けただけで、まあ、一応グリップヒーターが動作するのは確認したんですけど、どのぐらい暖かいのかはまだね試してないので、まあ、明日実際に乗って使ってみて、そこら辺は確認できたらいいかなと思います。いやーなんかねもうこの時間まで来るともう眠たくはないんだけど、あんまり眠たくはないんだけど、とにかく寒かった。じゃあ今日はこんな感じで、じゃあまた明日ね USB 電源とグリップヒーターの効果を確認したいと思います。それではまた明日、まあ今日なんですけど、ではではバイバーイ。